はい、6月11日土曜日、土曜のお昼ですね。皆さん何伺ってますか？楽勝大学順調に始まりましたということで、先ほどラジオ局向かう前ですね、コチンダあたりすっごい雨でしたよね。でこっち北上してくるとだんだんあれ路面乾いてるからこっち降ってなかったのかなっていうので、降ってないのかね、もしかしてね、っていうことであのあらすごい片ぶい現象を見てしまったんです。あ、そうですか、はい、でやっぱ通り雨のいたずらで、はいはいはい、あのなんか梅雨なのにこう降ったり降ってなかったりっていうなんかあのなんていうんですかね、あーもうどっちよみたいな感じの梅雨な感じしません？今年どっちよっていうのはこんな意味です。降るならちゃんと降って、ああと去年の、はい、今日に梅雨明けしてます、はい、あ、そうなんですか、去年は一回り終わったんじゃない、去年早かったみたいな。あ、じゃあやっぱ旧暦に沿ってちゃんと当たってるっていうことでもう梅雨明けして、うん、だからもうそろそろっていうことを、うん、去年はね、去年の話ですよ。あの大島のあの正人知事にはもう梅雨明けたよとかって勝手に言ってるんですけどまだ気象台の発表がないんでですね。あ、そう先生も言ってたよ、糸回り終わったんだったらもう明けてるよ、明けてるよ。あ、まだ気象庁の発表はないんですけども勝手に、うん、あの発表が遅れてるんだよ勝手に楽勝大学で梅雨明け宣言しちゃいますか。だってあれです、はい、セミナーしてますもんね。そうですね、もうそういうことで、もうだこれはあの梅雨の雨じゃなくて普通の雨、普通の雨ですか、うん、沖縄の雨、うん、沖縄の雨ということでこう梅雨のネタから入っちゃいましたけど、楽勝大学のですねパーソナリティ務めさせていただきます北西博之と、ゲストじゃなくてあのいつもレギュラーの三尾のレギュラーでいいんですよ、レギュラーゲストに勝ち下げだった俺ゲストの三尾さん、みっちゃんです、よろしくお願いします。でオレンジ石油から来ていただきました頭取が来ていただきました、紹介お願いします。はい、つぐです、よろしくお願いします。そして今日ですね、あの久しぶりなんと楽勝大学2回目の出演、2回目よね、はい、ということであのもう糸満のラッパーが来てもらいました、どうぞ紹介してください。はい、さーい、ガーニです、よろしくお願いします。ガーニ君ようこそです、楽勝大学、よろしくお願いします。今日も歌ってくれるんですよ ね、 なんかね、はい、今日も1曲楽しみにしてますよ。今日メッセージがたっぷりとですね、あとですね、はい、事件です、三尾さん、事件いきなりあのいきなりワイドショー的にこう切り込んでみました。それはあの心の準備をした方がいいですか。いや、ないです。あの実は先週から我が楽勝大学にスポンサーがついたということで、ちょっと紹介してもらいましょう。これ言わないとですね怒られちゃうんで、株式会社コーさん、あのですね、はい、浄水活性装置光を取り扱ってまして、この水がまた美味しいんですよね、はいはい、フィルター交換なしの、うん、なんて素敵なお水でしょうってちゃんと八木社長あの宣伝しておきましたからねっていうこれ、ね、あと僕のコーナーでちゃんと詳しくやります。詳しくやってくれますか、うん、これください、はいはいはい、そういう感じで始まりました、こんなあるんだ、はいはい、そんな感じでスポンサーついちゃいました、とうとう楽勝大学も、すごい、すごいですね。そう、勝手になんかねシステムをね変えて、はい、システム作っちゃいました。あとちょっと私事の前半ちょっと僕のコーナーということで、はい、前半のお話ししていいですか、はいはい、ちょっとですね、はい、僕あのなんか急にふと思うとこう止められない性格があって、はい、昨日ちょっとあの京浜鉄道あの糸満線の旅っていうの出てきたんですよ、歩きで、なんで急にそういう風になったのかなって言ったら、この時期ってなんか僕の中では6月っていうのはちょっと異例っていう感じのキーワードが入るんですよ、うん、異例も兼ねて、あ、異例の日の異例の日の、うんうんうん、あの5月の下旬からあのこれ71年前、あの首里の方から旧軍はあの摩文仁に撤退していくんですよね、うん、その後にその摩文仁の後ろにいるそういう南部地域って実は住民がこう避難してた場所でもあったんですよ、うんうん、その避難してた場所のところを通り越して最後の本当キャン岬じゃなくて摩文仁のそこの岬まで司令部を移しちゃって、そこからあの住民をもう安全を全く考えない地上戦が展開されてしまったんですよね。実はそれまでの首里までこう防いでたところはどちらかというとこういう言い方適切じゃないですけど本当軍隊同士の戦いだったんです。ですがそこからあの持久戦、本土防衛のためにあの時間稼げっていうことで、あの司令部本当は首里で玉砕すればよかったんですけど、実は後方に下がってあと1ヶ月っていうか少しでも時間長引かそうとしてやったんですよね。だから沖縄戦で本当に犠牲になった本当住民って実は6月からが半端なく増えてるんです。だそういう意味で僕はあなんかそういうのも兼ねて歩きたいなってふっと思ってですね、那覇からこうあの実は那覇から歩いたんですか。那覇のあバスターミナルが昔の旧
京浜鉄道の那覇駅だったんです。あ、そうなんだ、はい、そっからずっとこう那覇から歩いたんですね。あ、那覇から歩いたんですよ。あの那覇から歩いてこう国場あたり、あの小羽村駅っていうところがあって、そこからは、うん、あの嘉手納線が分かれて登っていく、うんうん、ちょうど余儀のあの嘉手納まで通ってたの京浜鉄道って、はいはい、あの嘉手納ノータリーの近くまで実は京浜鉄道通ってる。あそこの近くに一応あの嘉手納駅跡っていう日が立ってます。はい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 、伸びてたんだ。伸びてたね。実はもう米軍基地内ずっと走ってるっていうことで、たどることはちょっと難しいんですけど。ただあれです、あの歩くよりも遅い速度なんですよねあのタンポポジさん言うにはあのヤギバル駅の前ちょっと斜面があるんですね、上りが、うん、あれなんか歩いてる距離と変わらなかったから勝手に乗って降りてみたいなの、そんなんやってたよっていう話もあるね。そうですか。ドクターさんパラレちゃん の車を三輪車で追いかけて追い越していく、はい、あ、ちょっとドクタースランプはまだあ、その世代ないんだ。あ、ドラゴンボール世代ドラゴンボール世代。あ、一応ドラゴンボールは分かるんだ。分かるんですけど。あ、この前はもうドクタースランプ、あ、ここがあれなんだ。でもあの少しは知ってますよ。でも詳しくはもう全然分かんないですね。見てないです。本当にあのすごいちっちゃい機関車で、あの馬力あんまなかったそうです。だから上り坂とかそういうのに比べると本当に遅くて、あの子供たちが本当に飛び乗りみたいな感じでできたりとか。じゃああんまり人数は乗らないんですか。あ、そんなに大きい貨車じゃないので本当にあのこれ人乗せるやつだったの、荷物運ぶ。本当はメインはあの製糖工場のそういう機微運ぶための運搬がメインだったんで、だからそういう感じで、あの人についてはそういう内地でいうキセルみたいな感じで、うん、料金払わないでって言ってもそんなにガミガミ子供たちには言ってなかったっていうの、タンポポジさん、あんな遅いんだったらあの糸満のおばあたの方が早かったはずね。かもしれないですね。頭に60キロ乗せて走ってたみたいな、うん、魚の鮮度が落ちるから那覇まで持っていけって走って、ね、那覇まであとやっぱりあの乗車賃発生しちゃうんで、はい、やっぱり昔の人ってそれももったいないからっていうと、うん、糸満からこうこちんだから歩いて糸満のあんますごいなみたいな感じ。すごいよ。でもこう大げさじゃないんだよね、うん、本当に。そうなんです。でも最近フェイスブックで見たらさ、昔のおばあたちは300キロ担いでるんだよね。300見たことある、あの写真。300キロ、60キロの俵を5個担いで写真があるわけ。写真を、へー、うっていう。昔はだからもうあれが普通だったかもしれないですね、うん、昔は。もう普通だからちょっと重いぐらいだわけさ、うん、でも今だとあんなの持ってないよ、最初から無理さ、うん、そうっすね、男でも無理ですよね、うん、体の機能自体がもう違うって昔と今。だから本当にあのお国っていう集落あるんですけど、あそこ竹細工がすごいあの盛んなんですよね、うんうん、でこれをあの糸満まで売りに行くっていうので、うん、結構道路なんか山を越え谷を越え、直線で見てもやっぱり与座岳とかも土地あるんですけど、そこを通り越して糸満まで行って売ってたっていう、うんうん、あ、僕これあの泊まりですかって言ったら、うん、日帰りとか言ってね、え、片道だけでも3時間ぐらいはかかるよな、ね、歩いてってこと。あ、歩いて、うん、そこで売ってまた3時間かけて帰ってくるっていう、昔の人って足腰半端ないなみたいな。半端ないよね、うん、すごいよ。あれさ、だからタンポポ先生が近いよって言うんですよ。ああ、そうそうそう、なんかすぐだよ、ね、すぐそこだよ、すぐそこだよっていう距離が信じられないからさ。ちょっとこっから那覇までだとそんな先生の言うほどすぐじゃないけどなとか思いながら、うん、確かに。はいはい。でも糸満っていうとやっぱり僕の中では漁港の町でもあるんだけど。そうですね、市場がありますね、うん、あのガーニ君とかのやっぱそういう漁港のそういうのとかもやっぱし、はい、あの肌身でそういうの感じたりとかしてた。いや、自分はこの朝やってるみたいなんですけど、うん、この漁港で、うん、でも自分は一回も見たことはないですね、この競りのやってる状況だあ、そうなんだで職場体験で見ないよね、うん、4時5時ぐらいで早い時間帯なんで、親戚あたりで海やっちゃんがいるかなみたいな感じだったんだけど、自分の親戚にはいないんですけど。あ、そうなんだこの友達が職場体験で行った時にはこのちゃんとやってたみたいですね、やっぱり、うん、ああ本当、うん、ちゃんとガーニーはもう昔か昔かっていうか糸満なの、うん、自分はもう糸満です。生まれも育ちも糸満です。なるほどね、うん、なんかかっこいい顔してるんだね。マジですか。え、エイトマンですからね。エイトマンはやっぱり分かる人だけどね言わない、言わないでください。やめてください。それはイトマンの人ってやっぱりほら昔からイトマン美人とかって言われるような、あの8人でしたっけ。うん、8人まあそれはイトマンっていうのがあるんだ。それ以上は、うん、あんま言わないんだけど、背丈がしっかりしたかっこいい人多いもんね。あ、うん、宮古も僕そう思うんですよ。
宮古島も結構本当に言い方悪いんですけど本当にオランダの地が入ってるのかなっていうくらいかっこいい人多いんですよね、はいはいはい、どこが言い方悪いんですかなかなかどっかの地が入ってるっていう遠回しで言ってるんですけど、うん、だからガーニクもちょっとそっち入ってねみたいな。あ、そうなんですかね。もしかしたら、まあ多いよね、うん、ハーフジラっていうか、うん、ね、それも不思議だなっていうのがね。前の職場でも見たよ、この、もう全く日本人だけど本当ハーフみたいだから、うん、あ、超モテたって。ハーフかクォーターかなんか聞いても、うんうん、いや、もともと昔からうちの家ですか、うん、なんか面白い場所だなっていうのは、こう沖縄って調べれば調べるほど面白いところがいっぱいあって、2回ですね、もう本当に、うん、だからちょっと調べたら、ああ、もうあれもこれもって出てくるから、昨日テクテクと警備員鉄道糸満線をずっと歩いてたんですよ。あ日焼けですか。え、日焼けですね。日焼けなんだ。あ、ユーストリームだと見えるんですけど、赤いの日焼けなんですね。油断してました。曇ってたんで、うん、あれだったんです。帽子はかぶってたから。帽子はかぶってた。この格好で歩いたんですか。わあ、この格好で歩いたらいい宣伝になったと思うんですけど、さすがに。いやいや、この格好の日焼けなってるからさ。うん、そんなちゃんと、でもちょっとよく僕も琉球古道っていう風な感じで歩いてたら、警ら中のパトカーがジロジロ見るんですよね。あ、まあ、うん、怪しいんでしょうね、見た目が。もともと怪しいですからね。僕怪しいもんじゃないんでって言っても全然説得力がないみたいな感じで職質されなかったもんまだよかったんですけどね。そんな感じでも歩くといろんな発見があるんですよ。道端に咲いてる花とか、あと、あ、こんなとこに石碑があったりとか記念碑があったりとか、そういうのがいっぱい発見できたりとかあって、僕の中ではそういう歩いて回るっていうのが実はやりたくて、はい、一回つぐさんと昔また道ツアーっていうのをやったんですけど、やったんだ二人と絶対これやった方がツアーやろうみたいな感じで二人やって、結構30名ぐらい集まって、はい、大人も子供も、でも僕歩く速度が速すぎて、あ、こっち次こっちですねってパッと後ろ見たら20メーターぐらい離れてしまうみたいな感じの。でも結構行きましたよね、玉城城市、糸数城市、そっちの南城市ツアーもやったし、実は他のツアーもやったんですよ。あ、そうやってますね、石畳の道、はい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 、石畳とかもやったりとかでいろいろやってるんですけど、うん、そんな感じで沖縄って調べれば調べるほど面白いなっていうのが、はい、でその沖縄のそういう心をこうなんかラップに乗せて発信してるっていうガーニ君って僕すごい注目してるんですよ。 ありがとうございます、うん、ありがとうございます。で今日早速新曲でいいんですか。あ、そうなんです。今アルバム作ってる最中のこの曲でできたやつなんですけど、はい、うん、アルバムって自分で全部もうこのアルバムの中作ってるとか。あ、そうです、自分で今作ってて、この曲ビート以外はビートは他の人にお願いして、うん、この自分で歌詞書いて自分で歌ってみたいな感じでやってて、はいはい、PV なんかも自分でやってるでしょ。このカメラ買って自分でも発信して、うん、ネットに載せてるんで、よかったら、ちょっと YouTube とかでガーニで、ガーニ沖縄で検索したら出ると思うので、うん、かっこいいんですよ、またこれが。あれ、なんでそういう風に同じ人間なのに作りが違うのみたいな感じで。マジですか。はい、僕なんかこう見えてもですね、年的に福山雅治と一緒なんですけど、年は10日ぐらいしか誕生日比べるのが間違ってると思うんですよ。何と比べてるんですか。同じ車だと向こうがああいうスポーツカーでこっちが軽トラかなみたいな、同じ車でもジャンルが違うみたいな感じの。そうですかね。ちょっと車に例えると余計ボケと分かりづら同じ走り物なのにみたいな感じなんですけど、で せっかくこういう車ネタで無茶ぶりあれなんですけど、はい、どんな曲ですか。まず曲名がこの星でっていう曲で、うん、この自分なりの見た角度から、うん、知った角度からちょっと歌詞書いて、うん、このなんていうのかな、このままじゃいかんみたいな、自然と調和とか、うん、そんな感じで地球をもう今悪くなってるから良くしようみたいな、少しでも、うん、そういう曲ですね。すごいですね、こう喋り方自体がラップみたいですね。でもこういう、こう自分の思いをこう音楽をこうツールに発信できる、しかも今年いくつだ、今20歳、今年21ですね。今は20歳です。僕の20歳の時なんかもうなんていうか、ね、だから何と比べてるのかいちいち比べなくていいですかということで、あ、せっかくなんでガーニ君一曲、はい、そのこの星、あ、この星でってちょっと歌ってもらえますか。わかりました、じゃあ聞いてください、はい、もういきなりもう歌っちゃう。そうですね、いいですか。これどうやって歌えばいいの。これ前みたいな感じ、前みたいな感じでちょっとマイクで、
はい、マイクを持って歌うだけ でちょっとスーパー AD の司さんがちゃんと音楽までちょっとユーストリームで出るような感じでやってくれるんで、はいはいはい、これでいいですね。ちょっと待ってくださいよ。これグッと、じゃあこっちでやる。あ、こっちやっていいですか。大丈夫ですか。今音止まってますよ。なんか喋ってくださいよラジオですからねこれあ、伸びない。ちょっと待ってね。あ、ちょっとそこまで詰めてなかったね、マイクスタンドの。ちょっと待ってください。ちょっと少々お待ちください。スーパーアイザー司さんがちょっといろいろとマイクのコーディネートをセットしてくれてるんですけど、あ、これで撮れるんだ。何いくも、あの、なんか若者うちなんす大会のあるね。そう、さっきそれを言ってたわけで、入れよう、入れて、ね、入れて、じゃあ入れますよ、うん、自分でやりたい。4年後には絶対歌えるから、うんうん、じゃあ、めっちゃの話はいいですか。じゃあ、ガーニ君で、この星で。いや、お願いします。あ、音楽入ってる。もう一回、マイク、ちょっともう一回お願いします。音楽は、これ聞かないと、うん、はいはいはい。あ、ごめん、スイッチ切れてるだけ。なんかこう、これ軽い放送事故です。これラジオなんですけど、一応軽い放送事故がありますけど、スイッチ切れてるとかちょっと大丈夫とか。はい、じゃあガニ君大丈夫。お願いします。はい、どうぞ。な、YO、 俺たちはこの宇宙の中でこの星で生きてる。これからも Yeah。 超ビーツ、窓越し見つめる外の世界より、一歩踏み出し感じたい。まだ薄暗い街へ、小さな光、昼間と違って優しい空気。 AM5 時車に乗り込み、黒いガスと共に流す一人。高台から見渡す丸い地球、終わりはなく地平線。街カンティやっとお出まし、太陽姿現す前に手合わし照らしてくれ。この大地も限りない命も、幾千回るこの地球、何を描いてる。光と共鳴、黒い影が伸びる、光が満ちる同時に目も覚める。回る地球の上、過ごす時間に喜怒哀楽重ね、今生きてきたこの道のりは命、尽きた後に意味をなすのかな。空の向こう、星の群れ、光輝く夜の風に吹かれて、この景色を後世にも見せたいから、慣れ親しんだこの星で生きたい。煙を風が運んだ時間ってあるようでなくて、四季の変化感じる何か、今しかないってことに気づいた。少しでも良くなる方向に、この先になうゆとり世代、俺はまだしてるぜ期待。近未来どうなる、この星の先の行方、世界規模のあらゆる問題、なぜかテレビには映らない。情報操作が生み出す誤差、そのおかげでやっと目覚めた。溢れ返るゴミの山、海は汚染されたまんま、何もかも支配されてるこの世界。少しずつ変われば豊かな未来、回る地球の上、過ごす時間に喜怒哀楽重ね、今生きてきたこの道のりは命、尽きた後に意味をなすのかな。空の向こう、星の群れ、光輝く夜の風に吹かれて、この景色を後世にも見せたいから、慣れ親しんだこの星で生きたい。昨日よりも一歩奥前へ、この星から生まれた生命、俺たちの子供の時代、孫の時代、今よりももっと明るくしたい。だから期待しよう、繋がった人たちにありがとう。今更だけど湧いてきた感謝の思い、この気持ちを共有したい。水があり木々があり、こんなに恵まれた星は近所にない。自然と調和した生き方に少しずつ変えていかんといけない。まずは俺が変わった、そうすれば少なからず変わるさ。手前向き、こんな時代ヤシが負けはしない。争いが割り新たな歴史、回る地球の上、過ごす時間に喜怒哀楽重ね、今生きてきたこの道のりは命、尽きた後に意味をなすのかな。空の向こう、星の群れ、光輝く夜の風に吹かれて、この景色を後世にも見せたいから、生まれ育ったこの星で生きたい。ガニでした。かっこいい。CM入ります。
ぜひいいんだ。やった。後で皆さんアップしますんで。これすごいメッセージ性の強い音楽ですね。あ、ありがとうございます。曲のタイミングが良かった。あれで大丈夫ですか。あ、今 CM です。あ、ありがとうございます。今 CM 中ですね。CM 中で。ありがとうございます。すごいぴったり。おお、すごいですね。はい。ちょっと話してよ。うん。お、最初ね。はいはいはい。残り10秒で締めます。はい。写真撮る。4、3、2、1。いや、ガーニ君かっこよかったですね。結構ライブなんかも黄色い星のキャーキャーキャーじゃないの？いやそんなことないです。そんなことないの？いやいや、それまたそこは謙遜しなくていいよみたいな感じで。ライブとかやってるの？あ、ライブはそうですね。国神でやったり、糸満でもやったり、那覇でやったりとかもいろいろ呼ばれたら、うん、これは呼ばれて行ってイベントでやるということ、はい、ライブハウスとかでやってるわけではない。そうですね、やっぱり定期的ではないんですけど、うん、主催とかしてくれた人がこの呼んで行くみたいな感じですね。いいですね、来てくださいって言われて、ね、いいっすよみたいな感じ、かっこいいっすね。うん、であの、はい、下世話ですけど出演料、いや違うかそれ。でもこれでね、まあ、もっとどんどん音楽でこうね、そういう好きな生き方できればっていうのを ね、 ね、いいですよね、はい、はあのメッセージ性もすごい強い曲ですね、これ。ありがとうございます、うん、いいね、歌詞が強かった、はいはいはい、これもガンガンアップして、はい、ね、そうですね、みんなに聴いてもらって、みんなに聴いてほしいです。この曲は多分 MV ミュージックビデオも作って YouTube に上げる予定なので、うん、また完成したらぜひ見てほしいですね、あのガニ君の気づいてくれみたいな、このままじゃやばいよみたいなのをちょっとすごい伝わってきたんで、ありがとうございます、うん、まあ、そんなに怖がらすあれでもないんだけど、うん、絶対大丈夫っていうのもね、はい、あるから、お、だから音楽ってそういう風ななんか和みも入ってるじゃないですか、はい、もうポジティブな、うん、もう気持ちで、うん、こんなんだけど大丈夫よみたいな感じの、ね、ちょっとそんなんでいいのかな、うん、はい、これ歌詞を書いてさ、そう歌っていくさ、はい、その曲は後からつけるの？いや、自分の場合はそんなして作る人もいるんですけど、うん、自分の場合はこの曲からできてきたのでこの書くみたいな感じですね。曲が先なんだ。曲が先。あ、そうです。曲を聴きながら。あ、なるほど。言葉が出てくるんだ。言葉が降りてくる。降りてくるって。降りてくるっすね。僕は三尾さんも多分一緒にしようから。言葉が出てくるのは。そうなんですよね。あ、うん、だから湧いてくる系だね。湧いてきたりも、うん、この思ったことを自分メモったりするので。あれでしょ、このなんか思う、伝えか、これ伝えたいなっていうのがあると。この語呂合わせじゃないか、うまくはまってくるでしょ。はい、そうそう、はまりますね、うん、そう、替え歌がそうだっけ俺。あ、替え歌やってるんですか。替え歌のプロなんだけど、自分で言うのもなんだけど、今日もなんか歌っちゃう。いや今日替え歌だったらもう 3人歌番組になっちゃうよ、ね、こういうあれでもいいかもしれないですけど、ね、この語呂合わせがさ、もうすごい。でもなんていうか、替え歌を作る時も、うん、ある曲を聴いてて、だいたいどっかの歌詞を聞いて受けるわけよ、うん、この歌詞をこう変えたらめっちゃ面白いと思って、ね、だこの歌詞に合わせて最初から全部つながるような歌詞作っていくんだけど、はい、ゴロに合わせて、はい、この絶妙だわけよ、このぴったり当てはめるのが。なるほど、長すぎたり短すぎたりしないように、この言い回しを、いろんな言い回しができるさ、うん、今度聞かせてください。あの過去のユーストリームかなんかで拾えるはずなんだけど、ね、歌ってるよ、ね、歌ってるラジオで歌ってるこれね、なんていうの、あの YouTube ってさ、いいねと悪いねボタンがあるわけよ。あ、はい、あります。ダメねボタンっていうの、ダメねボタンが相当ついて、もうダメ出しで、でもそのおかげで7万回。マジですか？そんなに7万回超え。7万回は相当な再生回数。やがて10万回超えるんじゃないかなっていうぐらい、こうクレームの雨嵐。これ俗に言う炎上みたいな感じですか？もう炎上組。炎上系かよみたいな。内容に対するクレームと、うん、この歌ってる、なんだった、あの、ファンキーモンキーベイビーズの歌で替え歌作ったもんだから、ファンキーモンキーベイビーズに謝れみたいな、ファンキーモンキーベイビーズ様の歌を替え歌にしやがってみたいな、すいませんみたいな。苦情が来たんですね。苦情いっぱい来ましたね。でも思いましたね、あの時は FM、 あ、 YouTube ね、うん、あの息子さん YouTuber になるって、うんうん、
あの回数増やそうと思ったらクレームつくの最初にちょっといきなり火つけるんですかクレームだと広がらない絶対早いかもしれないですねいいねが30、うん、ダメねが150ぐらいですねでも炎上っていうかそういうダメでもか有名勢と思えばね全然へでもないような感じででも来たらやっぱへこみますよねへこむんだへこまないやっぱりあ認められてあ結構僕ガラスのハートなんですよこう見えてって言っても僕自体があんまりそういう YouTube でまだ発信とかしてないんであんまりそういうのでダメねっていうのとかあんまちょっと免疫ないかもしれないズボッと入っちゃうかもしれないんだけどでもあと 何個ぐらいアップしてるんですかその替え歌で YouTube 替え歌アップしてるのは3つか4つぐらいですけどもう CD2 枚ぐらいできるようなぐらいありますよ昔からのこのもうショート替え歌まで合わせるショートバージョンがショートバージョンですよもうウルトラマンからウルトラマン太郎もありますからね太郎巨人の星とかそこまでいったら分かんないですよ、ね、あ分かんないあ世代が違うか名前ぐらいしか分かんない世代だよね、うん、生まれる20年前ぐらいだ確か生まれる前どころじゃない生まれる20年前ですからね、うんうん、20年前そんな前なんだ、うん、でも、歌でこうやってね発信するって僕の中ではすごいと思いますよ、はい、替え歌だろうが何だろうがこうやって自分の思いっていうのをこう出すっていうの、そういうのは一つのツールとしてはすごいと思いますが今度はもう感動バージョンの感動バージョン感動お願いします炎上バージョンじゃなくて、はい、そうそうそう感動バージョンおふざけバージョンだったらいつでも作れるんですけどね、うん、ふざけすぎみたいな感じ、はい、で、はいはい、僕のコーナーもいいですか、ね、あどうぞどうぞそうそう、はい、こうさんのこの水の話をしたくて、ね、あぜひお願いします、ね、白龍あ、はい、いいです白龍っていいですね、はい、これ白龍ですよちなみに光の白い王お白龍のことですよ。そうなんですか。そうですよ。光龍。っていう光っていう株式会社光。すごいでしょこの名前。光。名前自体やばくないこれ。光の。だから自分この4日前ぐらいにこの前あったじゃないですか。うん、このタンポポーチさんのところで。はいはい、はい。その時に八木社長に言ったんですよ。この働かせてください。あ、そうそう。あの話を社長がやってて、うん、とっても感心してた。あ、そうなんですか。本当ですか。すごいよ俺はなんかただ仕事がなくて来たのかなと思ったら違うわけよ。理由が今やってる何、うん、ビニールの何だあこの配達屋なんですけど、うん、でこのいろいろ自然と調和ができなくて、うん、でこの世直しを元にやってる会社って少ないじゃないですか、うん、この社会って、うん、だから、うん、ピンときたのがこの水のしかも上等水でもう世直しのためなんだこれを社長がもうびっくりしてて今時の若者でこの環境とかそんなのを考えてそんなことやってる会社で働きたくないって言って本当に環境に優しい環境にいいことをやってる会社で働きたいっていうことでわざわざ来てたって言われてあんな若者もいるんだなって本当びっくりした、うん、まあ環境そうでもなんでこれ水だったんですか環境っていうなんすかなんすか環境とかそんなの考えてやっぱ水に目をつけてこの社長にわざわざあこの水がとってもなんか上等みたいな言ってて、うん、でこのタンポポの農園でもこの飲む水美味しいし、うんうん、だからこっちで働きたいなと思ったんですよねでいろいろなんか効果とかもこのパンフレットもらった時に見た時になんかアトピーが治るとかいろいろなんか言っても、うん、治るとはまあベピピこの治ったっていう人もいるっていうベピピまあ、上等な水みたいですね怖いんですよこれあの水の世界特に怖いですからねか、うん、これよく残ったなっていうような本物ですよ、うん、本物は売れないって昔から言われてるわけさ、うん、本物であればあるほど売れないんですよあ潰されるから潰されちゃう、うん、そうかえってなんか偽物の方が売りやすいですよこれ音楽でもそうですね、うん、ヒップホップの世界でも本物って全然メディアにも取り上げられないし、うん、売れないんですよこのやばいこと言ってるのに売れないんですよね、うん、でもそうそうチャラチャラの音楽とかが今流行ってこの意味のないっていうか、うん、そういう音楽しか売れてないですそう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 目をくらますようなところだったらいいんだよねなるほどね本当にかっこいいって俺は思わないですけどね今売れてる音楽とかもかっこいいとは思わないですね、まあ、名前出さないでよファンもいっぱいいるクレームくるよクレームはあの北西さんにお願いお結構 ね、うん、ねでもすごいんですよこの水の話水の宣伝そうそうこのだこので
って言って僕もやっぱり本物かそんななんていうの分かんないじゃないですか、うんうん、僕はいつも目安にするのがこのタンポポおじさん、はい、タンポポ先生が言ったら、うん、あそうなんだって思って、うん、なんていうのかなポロって口から出すから、うん、本当かなって思うこといっぱいあるんですよ、はい、えって思うのが、うん、でも先生の言うことだから多分合ってるんだろうなと思いながらも、うん、なんて言えば半信半疑っていうか、うん、あのまあそんなこともあるんだろうみたいな感じ流してるんだけど、うん、数年後に発見されたりする、うん、ああなるほどなるほどね。でこの水も、うん、こう社長が持ってきた時に、はいはい、もうすぐ先生が酵母菌が入ってるからすごいよって言われて、はいはい、酵母菌ってなんだろう、うん、社長自体が思ってるわけ、うん、こう販売してるところの社長が、うん、意味分かってからやってるんじゃないですか、うん、水がいいっていうのは知ってるけど、うん、こう酵母菌とかそんなのまで知らなくて、うん、でどこを調べてもないもんだから、うん、社長もやっぱり、まあ、先生のことだからなんか違うのを見てるんだろうみたいな感じだったらしいんだけど、はいはいはい、最近発見したってやると、はい、このもう最先端のなんかどっかで見つけたって言ってあ本当に酵母菌っていうのありましたよって来てたんですよ、うん、すごいですね。でこれ酵母菌ちなみに酵母菌なんですよ僕浄水器が来る前から聞いてますからね。ああそんな菌がいる、はいはいはい、あなるほどね、はいはいはい、それを使えばすごい水ができる、うん、でもう誰も作らんから俺が作る、うん、って言ってもこうコーヒーみたいに雪越みたいに作り始めようとした時にこれが来たんですよ。なるほど、うん、なるほどね、うん、これみたいな先にそうだから俺にもうこれもう作らんで よくなったって喜んでて俺が作ろうとしてたのこの水だよって言って、うん、それを聞いてるもんだから、うん、もう無条件で僕はすごいって思ってるんですよ、うんあの病気とかいういろんなの出てくるんですけど、うん、僕自体が病気しないんで分かんないんですけどだから、ね、どうこうっていうのは分かりません、うん、でも なんていうのかなやっぱ周りの、ね、反応とか、うん、もう中に面白い人もいましたよんこれは薬事法違反じゃないと思うんですけど、うん、なんかあの沖縄ってなんかいろんな人多いじゃないですか沢高生まれっていうか、はいはいはい、どっか行くと、はい、なんかもうこう感じて頭痛くなったりとか感じやすい人ああいう人がなんか香料水の霧でピシッてやったら全部消えたって言って、これ清水にもなるのこれみたいな清水だすげーみたいなそうだあの疲れて困ってる皆様こうぜひ香料水霧吹きを持って歩いてくださいみたいな自分これのお風呂に入りたいんですよね最高ね最高でしょうね自分でまだ入ったことないねシャワー浴びてるけど最高だなそう清水のシャワーだよトイレの水もこれで流してるでしょそうなんですかそう流せば流そうと環境にいいからね、うん、環境にいいから本当にあの使えば使うほど、うん、ああもう湯直しですね。そうだ、ね、もうまああれです僕水氷水飲んでるんでこのねあのおしっことかも氷水の酵母菌入ってますから。なるほど。だどこトイレ入るためには環境のために役立ってる俺みたいな。ああ。よくなる。すごい。何でもいいや。でこれあの農園であの売ってるんじゃなくて。飲めますんで置いてるんで、うん、ぜひあのペットボトルを持ってこれ入れ物がないんでね、うん、自分で持ってもし遊びに来るときはあのペットボトル持参で来たら水持って帰れますからね、うん、水道からひねるだけですからそうなんですか、うん、本当来ていいですか、はいはい、持ってきてください、はいはい、あの何百リッターも持ってこないのかあの 水タンク車をこうトラックをトラックを通っていくみたいなこれでやっと湯船に浸かれますね5リッターぐらいまでにしてください、うん、もう飲んでみてほしいですね、うん、でこれ、うん、あの販売これもそう糸満なんですよこれ今会社があそうみたいですねもともとこの先生タンポポ農園の昔のタンポポ農園の庭先っていうか、はい、工場あったんですけどあそうなんですか、うん、そうですよね、うん、コンテナで工場作りその時にいましたからね僕、うん、そうなんですか、うん、初めて知りましたすごいこれ開発した人はいないんですけど今沖縄には、うん、こう発明者っていうんですか開発者っていうんですかね、うんうんうん、すごい人ですよ NASA の人ですよ NASA そうなんです NASA の研究員現役研究員が、うん、へえ一緒にいたってことですかその、うん、こういうのを発明して、うん、世の中の一般の人たちにこういったいいものを広めたいっていうことで NASA を辞めたわけですよ、うん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 NASA とかであの人の技術があればすごいなんか技術いろんなのできたと思うんだけど、うん、結局なんていうのそういうところってもうトップの人たちだけがなんか国のことしか考えないような
政策っていうか一般の人に回らないわけ、いいものが。ああ。命がけでこの人やったんですよ。あ、そうですか。唯一残ったっていう技術って言ってもいいんですよね、これは。すごい。こんなこと言って大丈夫なの？ちょっと怖くない？まあ、昨日は大丈夫じゃないか。ええ、何おっしゃる、詐欺さんって。はい、まだあのセーフです。でも、すごい水っていうのを、ガーニー君も直感で分かったから、こうやって掘れ感でしょ、うんうん、分かってる人は。手で分かる人もいる。うん、もう感じ方いろいろで、飲んで分かる人、あの、手で柔らかいっていうの分かる人、うん、僕の場合は水分かるのはいつも喉越しなんだけど、うん、ビールじゃないんだけど、あの喉越しで分かるわけよ。で、ユタさんも来てたんだけど、はあ、本物のユタさん、はあ、友達いるわけよ。すごいでしょ、本物だよ、本物のユタ、はあ、あのユタっぽい人じゃなくてちゃんとユタの仕事してるですね、はあ、あの人がやっぱり丸いって言ったな。あ、なんかもう映像が出てくるって、これ水飲むとなんかもう丸い、なんかほんとまん丸いのが出てくるって言って、へえ、そうなんだと思って。でもなんかそう言われたら意味わかるわけさ、はいはい、もう丸いわけよ、うん、俺、うん、分かりますね、ちょっと今分かりました、なんとなく、うん、分かる、ああさすが、なんか丸いっていうイメージが、なんか丸いんだよね、なんか丸いんですよ。もうそんな感じ。そんな感じの水が、まず飲んでみて、うん、今からもう水早そうっていうぐらい散歩先生と言ってるんですよ、うん、もう何か具合悪い人来たら、あ、もう水飲みなさい、うん、なんか頭悪い人来たら水飲みなさい、もうどんな具合でも水飲みなさい、水でもう、うん、解決できますよ、うん、植物なんかもすぐ分かりますよね、うん、これだと、あ、うん、今日も僕はあの亀にかけてきましたよ。カメ、それ初耳なんです。カメ取るの。カメだね、生き物のカメ。カメの甲羅にかけて。カメ。結構元気になります。カメ、ね。他のでもすぐ分かる。ああ、うん、やってみたら分かる。この四つ葉のクローバー、ね、ね、で出てました。出てましたね。うん、あの北谷さんが持ってきたの、うん、そうですよね、コップに入れてこう浮かべたら綺麗じゃない。そうそうそう、はい、もうこれ1ヶ月ぐらい綺麗なままでしたからね、うんうん、残ってた。びっくりしたよ。すごい、パワーがすごいですね。すごいでしょ。これで育てた野菜とかも相当エネルギーとかもすごそう、うん、そう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 、農園見てくださいって感じで、ね、水の勉強会昔やってたんですよ、この構造を始めた会社立ち上げた時期、はい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 、10年前から、はいはい、毎週水曜日、うん、水高水曜日っていうことで、うん、水曜日7時から、うん、でもあの時に言ってたんですけど、あの時研究員の人もいたから、うん、いろんな話してたんだけど、はいはい、いろんなとこ実験してきてるわけ、こっちで、うん、沖縄で販売する前に、うん、いろんな実験してきてるんだけど、うん、あのやっぱ農業で使って、うん、農業の理屈っていうか、あれを教えてくれた、この水でずっとやったところは、うん、無農薬でも、うん、虫食わない、お、そうなんですか、理屈を教えてたんだけど、要は昔の野菜はそんなに虫食わないさ、うんうん、はいはい、でも農薬とか撒いてないさ昔は、うん、はい、なかったですもんね、そもそも昔はさ栄養がいっぱいあったわけよ、うん、今の野菜って昔の10分の1しか栄養ないって聞いたことない、10分の1、うん、ってことはよ、虫もさ昔の10倍食べないといけないわけさ、うん、はいはい、だからもう食い尽くしてしまうわけ、今野菜、野菜に虫がつくと、うん、もう食い尽くすぐらいもう使えんっていうぐらい食ってしまう、昔はちょこっと食べて、隣の野菜ってちょこっと食べて、うん、ちょこちょこだったから別にちょっとしても何でもないわけさ、うん、今もうバカみたいに食い荒らす、うん、であれがもう結局は栄養がないっていう話なんだけど、だからこういう流水とかこういったの使ったら結局昔の野菜と同じようになるんで、うん、農薬使わなくても虫が来ないわけじゃないよ、うん、そんなに食い荒らすようなことはしない、うん、調和が取れてる状態だ、うん、調和を作るって言ってたね、この、ああなるほどなるほど、バランス、畑自体の調和です、ね、虫も菌も野菜もまさしく今先生がやろうとしてることなんだけど、うん、農園でバランスよく、そう、うん、それを保つ、調和を保つための水だからそんなことができるっていうふうに言ってたですね、はい、なるほどって なんか妙に納得して、うん、調和が取れてないんですよ今の世の中も、うん、ね、そうですね、食い荒らす人がね、うん、でもこのお水でね、そんなバランス取れるって言ったらすごいですね、そうです、これ昔はさ、うん、アルカリ温水とか流行ったの、うんうん、でこれは何性ですかって誰かが質問してたんだけど、うん、これ中性なんだけど、でもアルカリ性のものを入れるとこれを中性に引っ張って中性に持っていく、はいはい、酸性のものを入れると酸性も引っ張って中性に、中性に持っていくわけ、はは、アルカリがいいとか酸性がいいとかじゃなくても、うん、バランスがいいところに持っていく、なるほどね、すごい、すごい水だわけよ、なるほど、
すごいぞ、なんかこんなことまで俺知ってるよ、すごいなと自分でも。まあ交流数に関してはもう、はい、何でも聞いてください。もうこれについてはもう八木社長大喜びですね。はい、社長も知らないことかもしれない。社長に勉強会していきましょうか。おお、聞いてたらやばいですね。感じで。はい。ということで、あ、CM 入っていいですか。はい、じゃあ CM 入ります。もう大サービスですねこれ。すごいですね交流水、うん、自分は欲しいんですけど、いや、うん、いつかは絶対交流水を、うん、したいんですけど、そう手が出せないじゃないですか、うん、値段的に、うん、だからお金もう割り返して買おうみたいな、ね、ちゃんと効果もこんなだよみたいな、だからペットボトルでね、飲んでもらったらいいよ、ペットボトルで、まあ、できる範囲ペットボトルで飲ませてあげたらいいよ、お顔とか、あのご飯炊くのとかでもすぐ変わる、わかる、でもあの料理は全部交流水使ってるから、お蕎麦作るも全部交流水です、変わりそうです、うん、全然違う、あのね、おにぎり美味しいですよね、僕が作ってるから、ね、うん、あれ交流水全部作ってるわ、はい、了解、美味しそう。はい、ということで、なんかあっという間に後半戦が入っちゃいましたけど、すごいですね、そうそう、はい、ね、水の話だけやって、俺の話なんもしてないんですけどね。でも後半、最後はつぐさんの、はい、あのコーナーなんですけど、はい、あの僕はあの歌の話行く前に世界ウチナーズ大会の話が、はいはい、ちょっと聞きたいなって思って、そうですね、世界のウチナーズ大会10月の22かな、23だったかな、はいはいはい、それぐらいですね、それぐらいですね。選手も同じことで、多分それぐらいですね、大体それぐらい。そこで4年に一度沖縄で開催されるということで、はいはいはい、だから分からない方も結構いる、多いんですよ、うん、聞いたことあるけど、うん、何してるのみたいな、うんうん、で世界のウチナーズ大会って言っても聞く若者と一応、はい、あの大人の部って分かれてるわけではないんだけど、全体的な流れであの若者 のイベントみたいなのやってる感じなんです、でうちらは結構若者の方も応援しつつ、全体的なものも応援しつつ、はいはい、あのなんか関わっていこうという、まあ、ボランティアの感じでやっていこうという、ね、うちらは、そこであのやっぱり琉球コーヒー、うちらはやっぱり、はい、うん、タンポポ先生の思いっていうの、それを世界にあの発信していきたい、してやっぱりそれを話するとみんな興味持って、琉球にコーヒーってできるのみたいな、どこで飲めるのって、まあ、超熱く語ったら、まだまだ前はできてないんですけど、まだないんですけど。でも知ってもらうっていうのが大事ですよね、まずは世界中からせっかくこう来てもらうし、ただね、あの今度の冬からは、はい、普通のって変ですね、普通の琉球コーヒーは飲めますよ、普通の琉球コーヒー、先生が今やってるのはあの世界一の、はい、はいはい、もう本当の美味しいのを作ろうとしてるから、それができるのはもう3年後5年後なんですけど、普通のまあなんていうんですか、沖縄で、沖縄生まれの沖縄育ちだったらもう琉球コーヒーということで、はいはいはい、あ、それだったらもう早いうちには飲める、あの世界一のね、この美味しいコーヒー、まあ、この前横浜行ったら、はい、普通にあの普通の喫茶店なんですけど、はいはい、特別豪華な喫茶店じゃなくて普通の喫茶店でも、はい、ブルーマウンテンってやっぱり2500円で売ってるわけですよ、おー、2500円、コーヒー一杯がですよ、飲んだことないですね、はい、やっぱもういい、そういういいのはやっぱそれぐらいで売れるわけだから、全然なんか先生が言ってるのはもう普通にそんな希少価値のある琉球コーヒー、こう、こう大きいの、うん、その3月限定の何20杯取れるかどれぐらい取れるか分かんない、あれはやっぱ3000円とかで、でも全然売れますよ、で今日ねまたすごい人来て、焙煎もすごいことになりそう、焙煎ですか、いいのできそうですよ、これはねもう秘密、教えません、あ、ごめんなさい、僕奪っちゃいましたね、それを広めるためにこう、はい、うちなんち大会、そうですね、うちなんち大会と、あと、はい、あと東京に、ね、出張、はいはい、あ、そうそうそう、これ、ね、大事ですね、そう、この楽勝大学こう3人でなんか出張でラジオやりたいねって言ったら、東京行きますよ今度、ラジオに出るわけじゃないんですけどね、なんかラジオ東京でそういうイベントやってくれるということで、ね、はい、要は東京の人たちにあのトークライブって言うんですか、これライブって言った方がいいですね、あ、で、あの懇親会は僕があのおそば
とあと琉球料理を作ろうかなっていう。 お蕎麦以外こうなんかまた考えてるんですか、つぐ、ね、さんは。まあちょこっと作れたらなっていう。つぐカフェ、趣味で始めたつぐカフェ。そうなんですよね、呼ばれるまでになっちゃいましたよ、ね、あと三振もあの持っていきますんで。はいはい、三振も引こうと。あ、じゃあもう替え歌、替え歌ってやつ一曲じゃ、あのコラボで。あ、やりますか。あの19の春。ああ、はいはいはい、はい、19の春練習しておきます。お願いします。19の春で、19の春の替え歌で、ジョークの春、はず。あ、ジョークのはず。ジョークのはずっていう歌がありますね。これ東京の皆さん今のうちに楽しみにしたいと思ってですね。これ言っちゃいましたかね、これ。やらんとダメ、ね。やらんとダメですね。じゃあ、うん。あ、もう歌ってくれますか。はい、はい、今日はどういう曲を弾いてもらえるんでしょうか。はい、あの来週一応試験なんですよ、コンクール。その時に歌う課題曲弾きましょうね。はいはい、ウラヌパナーブシ。ウラヌパナーブシ、はい、こう分かりやすくこう言うと、あの献上かって献上あの要は捧げ物、捧げる歌っていうんだけど、はい、琉球王府からあの役人さんが来た時に、うんうんうん、あの歌を作ってくれと。あのこの大名行列みたいに、はいはい、この道を歩く時に流す音楽を奏でる音楽を作ってくれって言ったので、はいはい、作ったのがこのウラヌパナ節。へえ、行進曲ではないんですよね。その財盤の行くまでの間の歌っていう、うん、思いを歌ってるのは。じゃあお願いいたします。ウラヌパナ節。ありがとうございました。
あすごいですね。なんかしずしずとこう歩いてるようなこう情景がこう出てきませんでした？皆さんゆったりとしたっていうか本当に、うん、やっぱ昔の昔のなんかあれですね、本当時間がなんか急に昔に戻ったような感じの空間になりましたね、うん、そうですね、こうゆっくりとこう歩いてそこに向かうっていう、そうですね、おもてなすみたいな、うん、おもてなしのあれで、あ、はいはいはい、だから今でも、ね、やっぱりなんか料亭とかで流れていそう、ああですね、そんなイメージ、ね、流れていそうね、ゆっくりとした BGM みたいな感じで、だからあの琉球音階で作られてるみたいな、やっぱりコマーシャルのテキストだね、このあれですね、これあの笛が入るとすっごい勇壮な感じになるんですよ、対局って言われてるんですよ、やっぱり八重山の歌でも、うん、笛もあるんだ、笛入るとびっくりしますよもう本当になんかゾワゾワゾワというなんかが来るんですね、なんかゆったりゆっくり聴けるねみたいな、ちょっと難しい歌なんですけどね、ですね、ゆっくりな歌ほど実は難しいってよく言われますよね、だから地方で本当早弾きできる人なんかもそうゆっくりのやつ苦手っていう人いるんで、あ、そうなんだ、僕早弾きできない分こうゆっくりしかできないんだけどっていうのであるんですけど、つぐさん早弾きとかも結構得意なんですか？早弾きはできないです。一応練習中です。うん、でも一回あのつぐさんのあの息継ぎのやつなんかも結構息継ぎきつい歌もあるでしょ。うん、あの顔結構真っ赤にして歌うことあるんですよ。うん、あ、この時にあのだからこういう感じであの節々でもあんまぐわーっと出さずに、つぐさんのその裏声っていう言い方だとまた違うんですけどね。うん、こうあんまり息をぐわーっと出さずにこう音をぶわーっと出す。あのやり方とかっていうのもこれやっぱりつぐさんこれ普通にできてるからすごいなっていうのって練習しないと、ね、やっぱ練習ですか、難しくも何回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 も弾いて歌って、はいはい、あ、じゃあ今もうコンクール前というかあれでもう、そうですね、もう左手が腱鞘炎みたいな感じであんなにならんけどあの優しく弾くあなるほどなるほど、そういうのも一応審査の中に入ってるんですか？そうですね、それも全部、うん、なんかあれですね、今日はまた音楽でも盛り上がってきたんですけど、ね、はい、番組になりつつあります、ね、いろんなスタイルで発信できるっていうのはやっぱすごいな、素晴らしいなと思って、ね、もうガーニー君もこのうちの大会につながってほしい、僕の中ではこの琉球っていうあのラップのやつ聞かせてもらった時、これ絶対あの世界中の人に聞いてもらいたいなっていうのがあって、わかるはずですよ、うん、これ聞いたら聞かせたい、あの CD はあるんだよね、 CD はあるんですよね、聞かせてあげたいな、あの人たちね、マジですか、あ、置いといたら あげれば、うん、あ、全然、はい、のあのタンポポ農園に置いといてもらえたら、はい、あ、ある作れるな、あ、あげます持ってきていいですか、うん、いっぱい持ってきたよ、みんなに配って、あ、わかりました、うん、一緒にだこっちで、ね、はい、だ英語版をこの人たちにこう、ね、あ、そう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 、サンプルでみんなあげて、25カ国に配送じゃないことをプレゼントしたいわけよ、うん、とりあえず今回はそのガーニ君の音楽も本もそうですけど、こうまずは知ってくれっていう第一歩みたいな感じで、これあの、うん、向こうの、ね、若者たち、うん、だもそう中学生通学さんがもう向こうの方がもう熱いっていう、うん、沖縄にいない人の方が沖縄のことを思って熱いっていうのをだもう負けてられんよ沖縄の人たちが、そうですね、ダーニ君みたいなのね、そうだ自分は世界に行きたいんです、あ、はいはいはい、世界に見てるところ、ね、いいですね、そんな感じで、はいはい、世界に向かってこう楽勝大学も行くんですけど、あ、ここで最後にあの提供の方もう一回言っていいですか、提供、はい、あ、提供って何ですか、提供は、提供なんだ株式会社コーさんが株式会社コー、これ見せないですね、そう、株式会社コーさんですね、光る、はい、皇帝の皇って言うんですか、これ、はいはい、そうです、皇帝の皇、で皇王って言うんですね、皇王かっこいいんですよ、白、王の上に白が、はいはい、光のね王ですか、やっぱり白龍ですよ、あ、やばいですやばい、まあ水自体がね龍なんですけどね、あ、そうですね、見てみたいですよね、すごい、だからもう名前負けし、全然名前負けしてない水なので、うん、ぜひ皆さん、はい、飲み、まずはね、飲みに来てください、うん、そうですね、タンポポの農園に、うん、そっからですね、はいはい、あとなんかガーニ君の音楽もタンポポ農園で聴けるみたいな感じのあれですね、うん、CD 置いてもらって、はいはい、そんな感じで、あ、そうですね、はい、リトマンのラッパーここにありで、はいはい、ね、うん、行け白い竜みたいな感じで、はい、
言ってもらえればと思います。ということで今週の楽勝大学もう30秒切っちゃいましたけど、またこんな感じで、はい、来週もお届けしますので、また聞いてください。あとコメントなんかも来てくれると嬉しいですね。相手しないからじゃない。いや、もしかして来てたのか。いや、ちょっと確認できてないんですけど、そういう感じでもお待ちしてますので、また来週聞いてくださいということで、じゃあバイバイということで、10秒切りましたよ皆さん。あ、10秒切りました。バイバイしてほしい。バイバイ。じゃあまたね。バイバイ。お疲れ様でした。はい、深澤さん、ありがとうございます。ありがとうございます。長々と休憩もなしに